ここですよ、パイロリー。自業自得じゃん。へたりのくせに他人をディスるからそうなる。それはあくまでもネットのことなんだよ。違うんだよ。ネット以外のことで来るんだよ。俺には。わかる？わかってないんだよ、こいつら。お前らわかってないんだよ。ネットなんかじゃないんだよ、もう。お前らネットの世界だろ？リアルなんだよ、こっちは。ネットなんか関係ないの？から表一人で歩くのが怖いんだよ、俺も。怖いよ。やっぱり、一人でプラプラしてんのは。でも、しゃあねえだろ、なら。まあ、本物がツイキャス見てるわけないしな。もう、何にもわかってねえよ。キャスじゃなくて YouTube 見てんだよ。チューブを見てんの。生放送なんかリアルタイムで見てるかどうかわかんねえよ。はいよ、お風呂入ってらっしゃい。まあ、どうでもいいじゃん、んなら。まあ、俺は別にさ、誰彼になんか喧嘩かけたりはするわけじゃないから、声かけられりゃ、って話は聞くだけだから、別に問題ねえから。大丈夫です。安心してください。違うんだよ、パンツ。ハングーレがいるから。札なんかかかってねえんだよ。店から家帰る前に歩いてたりすんだろうがよ、この野郎。うるさいな。だからやっぱりそこはさ、誰にいつ声かけられるかわかんねえなって思いながら歩いてるから、俺は。どういう展開にもな、俺は別に喧嘩売るつもりはねえから。おうって。お前、うなちゃんマンだろって。いや、お前、あれだよって言って、ちょっと、飲み来いよ、みたいに言われて、呼ばれることもあるよ。断んねえよ、俺は、絶対には。ああ。さあ、どうかね。なんか、南では、なんか、よく声かけられるから。嘘ついて。まあ、嘘ついてって、別に嘘つく必要もねえじゃん。断らないってすごいですね。だって、断る理由はねえから。一般人には絡んでこない。だから俺のことは一般人だと思ってねえんじゃねえの。まあ知らねえけどよ。俺は普通の人になってるつもりなんだけどね。狙われるよ。
人違いで、お前よ、ちょっと待てよ。人違いでさ、無理だよ、それ。バレバレだから、もう。ああ。いや、俺は、調子はこくときは、めっちゃくちゃこくからね。なおなやろ、つって。だからさ、まあもう今、キーちゃんとは、付き合いなくなっちゃったけど、キーちゃんと飲み行ったときも、店でめちゃくちゃボロカスガッチャガチャにして、その店の女ホステス二人辞めさせたからね、俺。あんなもんなら、つって。だから俺、その時に、キッチャンに、ふなちゃん、酒飲みすぎない方がいいよって言われたもん。ああ。なんだろう。まあ、ホステスだけじゃなくて、ボーイとかも。呼んどこ、こんな野郎。つって。知らねえよ、やめたの。意味わかんねえけど。まあ、今となっては、ねえ、キーちゃんも、俺とはもう付き合いもなくなっちゃったからさ。しゃあねえけどね。